一番記憶に残ってるオリンピックって何かなと思って。これは難しいですね、はい、どれも本当に印象深いというか、やっぱり4年に1回だから、そのすごく毎回新鮮さがあって、どの大会も思い出深いさは比べられないっていうところは正直なところですね。どれを一番とするかって考えると、メダルを取った瞬間は本当に印象には残ってるんですけど、でもそれ以上にやっぱり初めて出た時のオリンピック、特に結果は残してないんだけど、自分がテレビで見てた選手たちと一緒にこう競技場にいるっていう空間自体がすごく楽しくて、あの時間はやっぱりその子供の時のこう心とかこう気持ちっていうのがすごく一番に近かったのかな。なんか競技者じゃなくて一ファンとしてもこう楽しんでしまったオリンピックっていう意味ではすごく印象に残ってますね。一番最初のオリンピック、一番最初ワールドカップとかもその時も全然回ってなくて、なかったまだワールドカップの1個下のランク の, コンチネンタルカップにしか出たことがなくて、トップレベルの世界大会っていうのはオリンピックが一番初めての大会、ワールドカップにも回ったことがなかったから、本当にオリンピックが一番初めてそのトップレベルの選手たちを間近で見た瞬間で、なんだろうな、やっぱオリンピックって出てみて分かるけど、みんなその緊張感をやっぱりいつも以上に持ってる、こんな雰囲気なんだっていうのを本当になんか童心に返って、で結果なんて出せると思ってないというか、当時高校2年生で本当にただ小学生のようにはしゃいでわすげえこの選手こんなアップしてるよみたいな感じでずっと会場をうろちょろしてただけだったんで、それが今その時の反省にもなってるんですけど、そんな風にオリンピックに行っちゃダメだというか、やっぱり戦いに行く場であって、やっぱりメダルを取りに行くっていう強い気持ちを持たなきゃいけないんだっていうのをそういう行動を取ってしまったことによって学んだみたいなところはありますね。はい、今回こうやって対談させていただくってことで、何個か、はい、インタビューの記事読ませてもらって、で自分にすごい印象残ってた、はい、のがあって、で努力は裏切る、でも努力する意味はあるっていうのを答えしてる時があって、それを強くすごい思ったエピソードとか、具体的なエピソードとか何か。具体的なエピソードは特にないんですけど、はい、もう長年 の, そのワールドカップだったりオリンピックだったり の, この戦いっていうものが、その言葉につながってくるっていうのは、僕 の, 戦歴っていうのは世界で一番2位が多い男なんですよ。そのノルディック複合の歴史を見ても、その2位を取った回数っていうのは僕が世界で一番なんですよ。そうですか。そうことごとく目の前で負け続けてる。本当にその3位とか4位とかそういう負け方じゃなくて、本当にこの1か2っていうその一番その誰もがこう勝ちたい瞬間で負け続けて、その勝者の背中を一番近くで見続けた男なんですよ、僕は。努力が報われるのであれば僕もっと勝っててもいいはず。でもその報われないことが多すぎて努力って報われないんだなって思う一方で、でもやっぱりその努力をその本気で真剣にその取り組んだ時間は、その自分にとってその結果が出る出ないじゃなくて、人間としてもすごく大きく成長できたし、なんだろうな、その競技以外の部分で本当にその真剣に取り組んでよかったなっていうふうに思える瞬間が多くて、だからこそそういう言葉になったのかもしれません。僕が意識してるのは未来と過去を完全に考えないようにする。その過去を振り返ってしまうと
あの時はこうだったなとか、あの時こうだったからこうしようっていうのは、それよりは全然先に進んできちゃってるから全然違う状況なわけで、で未来っていうのはいくら考えてもわからないことじゃないですか、何が起こるか。だったら今この目の前、今だったらこう喋ってるっていうことに集中して、そこに対してベストを尽くすっていうことの繰り返しを続けていくだけ。緊張は常にしてる、それに対して。だから緊張感はあるんだけど、どうせ緊張するならその緊張感も楽しんだ方がいいなって思いますね。なるほど、はい、今自分20歳で今年21になる年なんですけど、渡部選手がもし20歳とかに戻れるとしたら何をしますか？大学を辞めて海外に行きますまあ自分人生後悔はしてないんですけど、まあ、たまに聞かれるんで、そういう質問でこう考え、自分の人生をこう振り返ってると、一個やってみたかったなって思うのが拠点を海外に移す。それは何回もチャンスがあったんですよ。中学から高校に上がるとき、高校から大学に上がるとき、絶対その進路を決定するときに海外に行くっていう選択肢が、だ僕の人生でいうと2回出てきてた。それはその競技に集中するっていう意味の拠点を移すんじゃなくて、やっぱりその学生の時にその向こうでちゃんと勉強もしてその競技も やるっていう、こう環境に身を置いてみたいな。見ればもまた違う景色が見れてたんじゃないかなっていう。全然後悔はしてないし、日本でこれだけやってまあ、成績も残せてきたから、その競技の面だけで考えると多分日本でも全然良かったんだけど、まあ、海外遠征とか行くと文化の違いとかってすごく感じると思うんですけど、やっぱりそういうところに一回こうどっぷり使ってみるっていう経験は今になったら絶対できないから、もう家族がいて子供もいてってなってくると、やっぱりそういうことを考えた時に20歳に戻れるんだったら単身海外に行くっていう選択をしたいなっていうのは思ってます。なるほど。自分これで海外にアメリカの方に夏行くっていう計画していて、本当にそれは自分にとってすごいチャンスでもあるっていう、いい経験になるすごい不安が強いんですけど今どうなんだと思いますけど、はい、絶対にいい経験になると思います、はい、僕は、はい、まあ、もちろん競技力向上のために行くんだとは思うんですけど、楽しんだ方がいいと思います。いろんな人と喋って、多分本当に海外の人たちって全然予想を超えてくる考え方を持ってる人とかもいるから、やっぱりそういういろんな人と触れ合うことによって自分の人生の経験値ってどんどん上がっていくと思うんで、やっぱりそこはもう思い切ってチャレンジしてほしいなと思います、はい、じゃあもう積極的にいろんな人とコミュニケーションを取って、はい、逆にもったいないと思う。その競技だけに集中して競技力向上みたいなことだけを考えるって、うん、ここでもできるから、うん、それだったらせっかくアメリカに行くっていう選択をするんだから、はい、やっぱりアメリカっていう国にどっぷり使ってみて自分がどういう人間になるのかっていうのを経験してみてほしいなっていう、それを僕は聞いてみたいですね。どうだったっていうじゃあまた機会があれば、はい、ぜひぜひいろいろアドバイスいただけたら、はいはい、嬉しいなと思います。すごい圧倒される部分がすごい多くて、はい、いろいろ本当に勉強にもなりましたし、本当にこうやって対談できて本当に良かったなって思います。ありがとうございました。ありがとうございます。すごく誠実で、なんだろうな、ちゃんと自分のこう考えを持っている選手、ただこうふわっと競技力をこう向上してきたんじゃなくて、ちゃんとこう自分でいろいろとこう考えて試行錯誤してきたっていうのが言葉に表れてるなと思いました。もうこれから僕は同じ長野出身のアスリートとしてもこれから応援していきたいなと思います。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。